自分じゃないみたい。うまく言えなくてごめんね。今何をしているの？メールは返さないよ。返事よりも会えない日を数えてほしい。昨日が見てみた映画、昨日食べたものとか好きな音楽全部教えてはあげない。運命のこの秘密を明かさないのが女の子。運気がついてばいないの、それが定めよ。同じ時間を過ごしたいの。ちょっと面倒くさくってごめんね。君の悪い癖だよ。スケジュールと作りで一番のいい時期を費やさないで。ダメ、誰にいないまま、ネタバレ、それバレちゃうよな。恋の需要をよくすべきよ。今がその時。